もう夢だったのかな。もう何個紹介してくれる気あんだこれ。本タメ。さあ今回も本タメ始めていきましょう。あかりんです。まぐみです。あかりんの最近読んだ本10選。人気企画。いや本当にありがたいことにね、はい、なかなかの人気企画になってきました。自分でね、うん、とても嬉しい、はい、今回もあかりんの最近読んだ本、うん、10選10冊ご紹介していきたいと思います。はい、本当ね、今日もたくみさんに選んでもらうシステムでやっていこうと思います、うん、はい、どうぞ。じゃあ最初は、うん、J の26でその選び方困るな。J の26どれだ嘘です。あるかな。ないと思います。この中から選ばなきゃいけないですね。一応そうですね、この中で選んでいただかないと J の26の本今から本屋さん探しに行かないといけない。バンドツの本読んでるわけじゃないからねそうだね、読んでないから、はい、じゃあマジで気になったやつからいこうかな、はい、パッと見で、うん、はい、じゃあ目に入った、あ、これでお願いします。やったー、こちら阿部一茂さんのアルティメットエディションです。あかりんのね大好きな阿部一茂さんですね。なんか時々あのやばい主人公の3選の時とかにもご紹介したことのある阿部一茂さんなんですけど、なんと今回約10年ぶりに短編集を出されたんですよ、うん、短編集は、うん、アルティメットエディションっていうぐらいだから、なんかそのいい作品と思うものをキュッてしてあるわけ。いやでもなんかね、ここすなんかそれこそ10年ぐらいの間に書かれた短編をギュッてして、うん、なんで本当にファンとしては待望の、前回しかもデラックスエディションっていう名前だったんで、デラックスからさらにアルティメットエディションになって本、ね、本のタイトルで聞かないな、どっちもエディションはあんまりまず聞かないそうそうそう、曲のアルバムみたいになってるんですよ、はい、この本のタイトル自体が、うん、で私すごいこの作品の中で好きなお話があって、それが阿部一茂さんのこの短編の中でも一番阿部一茂らしい作品があるんですね、うん、はい、それが、ある一人の男性が自分の人生うまくいかなすぎて、うん、フラストレーションたまりまくりで、うん、その結果ハロウィンの夜にテロを起こそうとする話なんですよ、はい、でやばい主人公、そうそうそう、そのやばいんですよ、うん、阿部一茂さんの作品って大体主人公やばいんですよ、うんうん、今回もその本当に世の中に対してもうムカつきまくってるから、うん、ハロウィンの日に一応コスプレはするけど、うん、それでも乗り込んでって殺戮を繰り広げてやろうぜみたいな、怖いですね、そう思ってる男なんです。ハロウィンと殺戮は組み合わせると、そう、うん、なんですけど、そんな彼がある一人の男性に出会うことでその予定が狂っちゃうっていうお話なんですね。よかった。こうどこかでありえそう、うんうん、ありえてしまいそうな怖さとっていうのがすごい阿部さんらしくて、うんうん、その主人公のヤバさも相まってめちゃくちゃ面白かったんですね。でやっぱ阿部一茂さん好きな人はもう大満足の一冊だし、うんうん、逆に阿部一茂さんってどんな本書くんだろうって思う方にも楽しんでもらえる一冊だと思います、なのでぜひぜひ読んでみてください。入り口でいいんですね。いやこれ入り口として結構いいと思います、はい、結構ね笑えるやつもあるので、みたいな、こんなお話も書くんだみたいなのが入ってるんで、よかったらぜひ読んでみてください、はい、ありがとうございます。はい、2冊目でした。じゃあ2冊目どうぞ。これがあれですか、あかりんのミラクルエディションこの本たちが、うん、こんな感じ。触れ方最小限なんだけどちょっとね、たくみさんの小ボケにね返せるだけの脳がまだ働いてないかもしれない今日これ1本目なんですよ小ボケにはそのカウンターも弱めでいいのよそうか、うん、そうそうそう。じゃあちょっと次はもうちょい準備しておきます、はい、あ、じゃあ、はい、ここに行きますわ。あら、はい、やったー、こちら、佐藤清夢さんのアンク・ア・ミラーリング・エイプです。お、いやこれさ、文庫でさこの分厚さやばくない？思った、ちょっと分厚いなってね、うん、いいよね。さあ、たくみさんがねアカリンから借りパクしてることでおなじみの佐藤清夢さんなんですけど、あ、返してくれたありがとうございます。返します。お、はい、返却ですね。返却、はい、このタイミングで返却されました。以前紹介していただいた最近の実践面白かったですか？はい、面白かめちゃくちゃ物理でしたね、はい、あ、そうですよね、はい、でこれもまたね物理というめちゃくちゃ科学の話なんですよ、うん、っていうのもこれね、お話が2026年にいきなり京都の街中で大暴動が起きるんです、うん、ちょっと近いね。そう、2026年、そう、京都、すぐ、すぐ。しかもそれが大暴動って言っても、こうなんか人がうおーみたいになってるだけじゃなくて、うん、もう人同士がなんかもう
目合った人から全部お互いに殺し合おうとしたんです。もうしかも自分の体とかも顧みないぐらい全力で走って全力で力ずくでなんか人の顔面を剥ぎに行くみたいな、お互いっていうめちゃくちゃ怖いことが起きちゃうんですよ。怖いね、うんうん、でその理由も、うん、例えばその警察官も分かんない、うん、で国もその政府的に何かいろんなウイルスが蔓延しているのではないかとか、うん、いろいろ考えるんですけど全く分からない、うんうん、でもそこの理由原因が実は一匹のチンパンジーが理由でしたっていうお話なんです。オチそれ？いやオチじゃないんですよ。オチじゃん。オチじゃない。でそれに立ち向かう霊長類研究者の男性のお話なんですよ。へえ、霊長類研究者が主人公のことってないからね。彼はそのチンパンジーという存在と人間という存在のどこがどう近くてみたいなことをいろいろ研究されてる方なんですね、うん、なるほどね。こうただ科学的にどうこうとかじゃなくてめちゃくちゃそのエンタメとしての面白さもありながら、自分とは何ぞやっていう、人間とは何なのかっていうところまで突き詰められていくのがめちゃくちゃ面白くて、やっぱ私これ買ってちょっと置いてたんですよ。やっぱちょっと分厚いし、そうね、そう読むのもちょっと大変そうだなって思っちゃったんですけど、まとまった時間欲しいわ。そうでもね、読んだらね一瞬だった。これ全部だからその先なの、短編とかじゃないの、もうそれのお話です。ちょっと好きかもな、やっぱ、うん、これ、うん、多分佐藤キアムさんっぽい、なんかその一つの科学的な事実から物語作っていくの、うん、ここでもあったからさありましたよね、うん、ほやほや。なのでどんな人でもね楽しんでもらえる一冊だと思います、はい、ちょっとグロいです、ぜひ。あーそうなんだ、確かにね、うん、最初確かに忘れてた、その部分そうだ、暴動があったんだ。そうそう、素手で眼球えぐろうとしたりするから、はい、まあちょっとねグロいの苦手な方はちょっとあれかもしれないですけど、はい、ぜひぜひ読んでみてください。はい、2冊目でした。はい、ありがとうございます。はい、いいペースですね。はい、はい、そうですね、うん、まあ、目が合わないように気をつけながら、じゃあ目が合わないように、ちょっと眼球えぐられるかもしれないね、明かりがいきなりね、はい、目合わせないように。怖いね。じゃあ、うん、これちょっとなんかいいね。いいじゃん、はい、たとみさんの大好きなミステリーですね。そうですよね、なんかタイトルからそんな気分が、うんうん、そうですね、古田天さんのすみれ屋敷の罪人です。はい、館物かな、まあね、罪人がでもね、うん、最後の2文字なのはちょっと珍しいな、うん、そう、なんか殺人とか、ね、ちょっとそう見えたから選んだんだけど、わかる、私もこれずっと殺人だと思ってたこの本当に舞台はこのタイトルにもなってます、すみれ屋敷、うん、四方亭っていう、あの四方家っていう、紫の峰って書いて四方家っていう、すごくこう、まあ言うなればお金持ち、一族のお屋敷がありまして、その周りにはスミレのお花がいっぱい咲いてたんですよ。そんな美しいお屋敷で、まあその一族がどんどんこう、まあ没落というか、まあ家も傾いていってしまって誰もいなくなったお屋敷から、ある日白骨死体が見つかったと。そうで、そこはすごい、まあ、その戦前は名家だったけど、そこに暮らしてたご主人様や3人のとても美しい姉妹たちは、東京大空襲の際に亡くなってしまったって言われてるんです、はいはい、ってことはこの死体は誰の死体だっていう謎から、うん、ある一人の男性が、うん、そのお屋敷で働いてた人たちにお話を聞きに行くんですね、はい、でそのお屋敷であなたは働いてた時どんな感じでしたかっていうのの証言をどんどん撮っていくんです、はい、だからこの作品の中もそのお屋敷で働いてた人たちの証言の言葉で進んでいくんですよ、はいはい、で古田先生ってこの語る書き方がめちゃくちゃ上手で、はい、その女中さんとかそこで働いてた召使いの人とかの証言の言葉で語られてるから、実はそこに伏線があったりとか隠されてるものがあるんですよ、うん、はいはい、それが人間の言葉だからね、そう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 、うん、とか記憶が違ってたりとかもするんですよ。 いいですね、いいでしょ、はい、だから読んでいくと読者も、あ、なるほど、この女中さんはこういう風なことを思ってたりとか、こういう風にこのお屋敷で過ごしてたんだなって思ってるんですけど、次の人の証言とかになるとちょっと話が食い違ってす、ミステリーの鍵がは全部嘘だそういう風にしていく中ですごく切ない、この司法家のある一つの事実が明らかになっていくんですね。いいね。そうだから、そのなんかいろんな謎が本当に散りばめられているので、うん、それがね少しずつこう悪化されていくスタイル、はい、ミステリーとしてとてもいい作品だと思います、うん、セリフが続いてくやつ、うん、6人の組織の大学生もそうだね。あ、そうそうそう、確かにちょっと読みたくなってきちゃった、そういうの足りなくなってきた今足りなくなってきた、語られるシステムのやつ今も聞いてて、なんか
そのシステムの面白さを思い出した。確かにね、うん、あ、摂取したいかもしれない。あ、じゃあよかったらぜひ。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ3冊目終わったんですけど、4冊目まだまだいっぱいありますよ、うん、じゃあこの白骨死体にしようかな。これ白骨死体書いてないよ。白いだけ、白いだけでした。怖い怖い怖い、はい、めっちゃ今回の中で一番楽しい本なのに。はい、こちら榊司さんのおやつが好きお土産付きです。一番ハッピーだね。いや一番ハッピーだよ。だってしかもこれあの私の大好きな榊司さんがおやつ大好きなんですよ、この作家さん。本当に変な意味はないのね。本当に変な意味はない、うん、怖いからミステリー書く人は怖くない怖くない。本当におやつが大好きな榊司さんが自分の好きなおやつについて書いたエッセイをまとめた一冊です。あら、はい、平和じゃない。大丈夫です、本当に平和、はい。これなんかもともと銀座で配布されているフリーペーパーみたいなやつに載ってたエッセイなので、うん、例えばもう一番最初は資生堂パーラーのストロベリーパフェ、あ、すごいつかみがいいね、はい、そうとか銀座千匹屋とか、うん、和から洋、うん、色とりどりさまざまなお菓子をご紹介されてるエッセイで、やっぱほらあかりんさ、皆さんもね、うん、だいぶお気づきだと思うんですけど、うん、食べ物のエッセイ大好きなんで、うん、はい、これもその榊さんが好きって言ってるお菓子をね、一個一個そのお菓子ごとに取り上げてあるんですよ、うん、でそれがもう数十本、34このお菓子について書いてるんですよ。具体的、そうそう、実際買えるし、そう実際買えるのがほとんど。私結構さ銀座行くんで、うん、うん、7人ぐらいいるからね。いないから、たくみさんもだってちょいちょいいるですね。いやいやいや銀座ね、もういやいや触れたこともないですよ。踏み入れたことがない。そうそう、本食べないで銀座の本屋さん紹介してたじゃん。よく覚えてる。覚えてますよ、はい。いやもうこれ読んだらそれはお菓子も食べたくなるわと思って、うん、ちょっとね、私これからこの銀座行った時はここに上がってるお菓子1個ずつ買いに行こうかなって今ちょっと思ってるんです。これを片手にね、そう、やっぱそういうのができるのって絶対楽しいじゃないですか、うん、本当だ、和菓子そう面白そうだな、ちょっとこれね楽しいですよ。ありがとうございます。はい、ということでぜひ皆さんもねこれ読んで自分の大好きなおやつのことを思い出してみてください。はい、はい、いいですね。そうですよ、一旦落ち着いたわ。そうそう、そんな、うん、白骨したいと話とかじゃないから、うん、ちょっとね、なんだったの前のやつ引きずってた、ちょっと引きずらないでくださいよ。引きずってた。ということで、はい、2冊目どうしますか。じゃあ、行こうか。やったー、行こう、はい、ここ今回も登場しました、うん、あかりんの大好きな文芸2022年冬季号です、はい、まずさ言っていい？いいでしょう。これさ、うん、表紙にも書いてありますよ。第59回文芸賞発表と。発表のね、カンナだね、はい、もうあかりんのね、もう一押しの新人賞である文芸賞が今回もこの開催されまして、はい、その受賞作2冊が載ってるんですけど、うん、なんとね、あかりんね、今回この第59回文芸賞の贈呈式お呼ばれしたんですよ。え、それ言いたくて入れたでしょこれ。入れた入れた。私だから本当にただ文芸好きな人なわけじゃないですか、うん、はい、で大好き大好き言ってて、うん、まあ、一回その書評をね載せてもらったこともありますけど、うん、 そうですね、そしたら、うん、なんかいきなりお家に招待状が届いて、招待状ってまだ文化残ってんだ。残ってた残ってた、家に届くんだ。え、何と思って、うん、開けたらあのよくさ結婚式の招待状みたいなあるじゃないですか、こう、うん、出席、はいはいはい、出席できませんみたいな、うん、来てちょっとびっくりしすぎちゃって、うん、この文芸の編集さんに DM 送って、うん、これ私行っていいんですかって聞いたら、怖くなってるね、随分ね、いいよそれ、もちろんですもちろんです、招待状来たんだから、行っちゃいました。え、行ってきたの？できた。ちょっと教えて、じゃあ感想をなんか、雰囲気、雰囲気は、うん、あの文芸賞から出てる作家さんって本当にそうそうたる方々がいっぱいいて、うん、それこそ芥川賞を取られた押し模様の宇佐美凜さんもだし、遠野遥香さんもそうだし、すごい、あと町屋良平さんとかもそうだし、山下ひろかさんもそうだし、はい、本当にその文芸賞を取られた作家さんたちがいっぱいいたんですよ、うん、夢じゃないよね、もうちょっとね夢だったかなって思ってます。で一応本タメでねこうやっていっぱい文芸好きって言わせてもらってるから、うん、やっぱちょっと本ためのアピールしとこうかなって思って。いや、ありがたいね、うん、いい仕事してます、はい、ちゃんとね本ためのステッカーあるじゃないですか、うん、配りまくってきました。すごい、そんなのができるの。そうなんで
ですよ。勇気あるね。作家さんとかって結構さ、うん、お名刺持たれてるんで、名刺をいただくタイミングぐらいで、うん、あじゃあ名刺のようにこうやってすんで、名刺代わりにいいね、出してったら結構見てくださってる方多いみたいで、うん、嬉しい、びっくりした。村田沙耶香さん見てくださってるらしいですよ。えどうする。確かにだって3本中1本ぐらい名前出てくるからすぐ名前出すからもう夢だったのかな。ああすごい、夢だったかもしれないんですけど、一応行ってきました。いや行ったわ、はい、ありがとうございます。そんな文芸の、はい、まあ、今回その、ね、文芸賞の話をじゃあしようかなと思ったんで、何の作品が紹介されるんだこれ。こちらがですね、そちらの文芸賞の今回のやつがもう単行本になってるんですよ。そういうことね。へぇ、なんでそうそうそう、一応ねこっちになんか今日本多いなって思った人もいたかもしれないんですよ。サイドデッキみたいな、最近の遊戯王みたいなことしてるわ。こっちからね取ってきてみたいな。そうなんだ。はい、感じなんですけど、今回この文芸賞第59回文芸賞取られた、はい、じゃあどっちが紹介しようかな、こっちから紹介しましょう。うわ、デザインいいな、これ。日々のコレコさんのビューティフルからビューティフルへです。これ、はい、日々のコレコさんって2003年生まれなんですよ。おー、で、ほんと今年これ受賞してデビューされた作家さん。すげえ。そう、で、なんかね文体がめちゃくちゃ独特で、うん、ラップの MC バトルみたいな、なんていうのかな、こう言葉遊びとかインフミとかもすごくいっぱいあるし、多分私でも全然取りきれないぐらい、いろんな短歌とか小説とかから本歌取りをして入れ込んでるんです。本歌取り、例えば小説とかの一文をオマージュして入れ込んでるんですよ、作品の中に。もうそれはさ、うん、50代の人とかなおかつこれ本当にリアルに高校生たちのお話なんですね、うん、高校生たちがその自分のことについてつらつらと書いてる文章みたいな体で書かれていて、うん、なんか読んでくとこう文体の面白さはありながらも、高校の時のなんか友達とか恋人とかに感じていたなんとなくの虚しい気持ち、うん、ただ楽しいとかっていうだけじゃない気持ちがいっぱい詰まってる一冊で、これ書けるのすごいなっていう風に思っちゃいました。確かにすごい。いやなんかねマジでいい一文があって、うん、私ほらグラップラバキ好きじゃないですか。あ、なんで急にグラップラバキの話してんの。グラップラバキの話だけど、そう、その一文が良すぎて、もうそれを結構最初の方に出てくるんですけど、うん、それ読んだ瞬間うわもうこの人すごって。あ、もうなんかそういう感じは過去の名作とかだけじゃないんだ。そう、いろんなものがグラップラバキまで入ってんの。そう、詰まってて、それはすげえや。あのよくさラップとかでも言いますけど、パンチラインって言葉があるじゃないですか、うん、はいはい、そればっかり、全部ちょっと面白い。本当にじゃあ文体を楽しめる、楽しめる、ね、いいね、面白い、うん、え、会われたってことですか。あ、そうです。あ、でもねちょっとお忙しそうだったんで、もう遠くから見て、うわめっちゃ可愛いお姉さんだと思って。ステッカーは、ステッカーあげられなかったの、ポケットに捨てて。怖い。じゃちょっと日比野さん今度ぜひお話しさせてください。きっとねこれ顔出しがね、OK だったらぜひ。でも全然多分 OK の方だと思います。すごい可愛いお姉さん、ぜひ、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということでじゃあもう一作、今回ね文芸賞はね2作同時受賞だったの。何個紹介してくれる気あんだこれ。まだまだいっぱいあるよ。すごいよ、なんかまださあっちに、え、だめだ、もうあるんだよ、なんかあるんだよ、はい、一応ご紹介こちらもさせてください。安藤ホセさんのジャクソン一人っていう作品です、はい、で、うん、主人公がブラックミックスの男の子なんですよ、うん、はい、でプラスゲイの男の子なんですね、うん、で例えばこう日本っていう場所で考えると、ブラックミックスってだけでめちゃくちゃマイノリティで、ね、さらにその中でブラックミックスの、はい、なんていうのかな、こうコミュニティの中でもゲイってさらにマイノリティな場所にいる人なんですよ、うんうん、そういう人が主人公なんですね、はい、で彼が職場である動画が出回って、それが君のことなんじゃないかって言われるところから始まるんですよ、この物語が。でその動画を流出させたのは誰なのかっていうところがちょっとミステリー要素的な感じで、確かにミステリーの始まりだ。そう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 、うん、自分の思い当たることのないもので自分のせいにされてるみたいな、ね、そう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 、うん、日本においてそのブラックミックスの男性ってなった時にあんまり個人の見分けがつきづらい、うん、っていう風にこの作品の中描かれてるんですね、うん、その彼らがみんな人って同じじゃねみたいな思ったりとか、でも逆にそのマイノリティだよね、分かるよって言われることに対してもちょっとしたフラストレーションを持ってしまうとか、うん、そんないろんな感情がすごく読みやすい文体で描かれていて、贈呈式の時に安藤さんご自身にお会いして、この文体めっちゃ読みやすくて私めっちゃ好きでしたみたいな話したら、なんか
好きな作家さんが結構被ってたんですよ。あら、ね、私同い年だったので、はい、そうなんか見たらね、そう今ねちょっとお友達になりました、はい、すごい。あらちょっとなんか成果上げすぎだね。コミュ力ありますね。ありますね。アンドレスあります。やっぱ行って申し訳なく帰ってくるだけかと思ってたけど。そこはやっぱ行ったからにはね、自分が行ったら絶対そうなってました。本当ですか、はい、よかった。なんで逆に陰キャと陽キャが逆になってる、ね、逆になってる。いつもねお友達いっぱ いおじけづいちゃうから。本当やっぱでもこの作品もその、まあ、読みやすさはもちろんだし、うん、結構主人公たちがしんどい目に遭うんですよ、うん、なんですけどそれが文体としてちょっとドライな感じで書かれてるから、うん、なんかちょっと面白くも見えちゃうし、うんうんうん、でもしんどさもあるっていう、うん、自分の見えない世界がこの一冊でさらにこうちょっと広がった感じがしてすごく楽しめました。なのでぜひ皆さんどちらも文芸賞、うん、とても今回いい作品が揃ってますのでぜひ読んでみてください。はい、はい、すごい文芸賞の紹介だ。しっかりと単行本までね。はい、そうなんです。ということでこちら、はい、まあ、文芸という括りでね、うん、今回両方ともご紹介させてもらいました。はい、ぜひ読んでみてください。すごいですね、はい、一つの企画みたいな感じになりました、はい、確かに。本ため、ここであれですよ、ちょうど折り返しです。5冊目だから今。なるほど、今ここで5冊目増えてんだよな。こんなルール破りの仕方あるんだ。そうなんですよね、しょうがないよね。そういう時もあるよね。これはあかりんだけの企画だからいくらでもルールを破って。ありがとうございます、はい、じゃあね、うん、じゃあ1個いっとくか。ここでいっとくか。これで、あ、はい、やった山内真理子さんの選んだ孤独は良い孤独です、ですね。あの山内真理子さんといえばここは退屈迎えに来て、うん、はい、っていうね、すごく面白い本があって私も大好きなんですけど、はい、山内真理子さんってどっちかっていうとこう、うん、シスターフット的な作品とか、うん、書かれてるイメージが私すごく多くて、はい、でその作品たちがとっても好きなんですね、うん、そしたら今回なんとそんな山内真理子さんが男らしさに馴染めない男たちを描いた短編集を出した。全部逆じゃん。そうだから全部主人公男の人たちなんですよ、うん、例えば学生乗りをこうなんかそこから抜け出せないまんま大人になっちゃってちょっとしんどいなって思ってる男性の話とか、うん、だからだいぶリアリティある。めっちゃリアル。とか会社でめちゃくちゃ仕事できる雰囲気出してるけど、うん、全然仕事できないなって周りから思われてる男性の話とか、なんかもう聞いてるだけで苦しいわ。痛くなってくる。痛くなるな、なんかそれ。全部男性たちが読むとこううってなっちゃうような男の人たちがいっぱい描かれてる一冊なんですね。で最近出てる本のと流行りとして、まあ、流行りっていう言い方もちょっとあれかな、うん、女性の生きづらさみたいなところで最近フォーカスがすごく当たるようになってると思うんですよ、はい、でもそれって同時にきっと男性の生きづらさってものもそれはもう世の中にはねもちろんあると思っていて、うん、最近そういう作品、そこにフォーカスを当てる方々も少しずつ増えてきてるような印象があるんです、うん、だからこそこの山内さんのこの一冊にはめちゃくちゃそれが詰まってた。その男の人が男らしさっていうものに対してしんどさも覚えると思うんですよ、うん、女の人が女らしさってものにしんどさを覚えるのと同じように、それがこういうこともありますよねってところにこう優しく寄り添ってくれてる作品がギュッと詰まっていて、まあ、それこそ私が読んでも楽しいんだから、うんうん、きっと男性の皆さんが読んだらより刺さりつつ楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、なのでぜひ楽しんでみてください、はいはい、珍しいタイプの、そう、寄り添ってほしい、寄り添ってほしい、うん、悩める男がここにも、ね、はい、みんな読んでみてください、はい、あと4冊、はい、じゃあなんかあ SF みたいなタイトルがあるぞ、うん、これ SF ですよ。当たったぜ。こちら IF の世界線改変歴史 SF アンソロジーで、めちゃくちゃ SF でした。お、はい、これ改変歴史 SF アンソロジーって書いてあるだけあって、うん、マジで歴史を改変してるんですよ、うん、でじゃあ例えば斜仙堂由紀さんが書いた作品どんなのかっていうと、はい、和歌ってあるじゃないですか、うん、平安時代で、ね、はい、とっても流行った、はい、和歌をこの作品の中で描かれてる歴史上は、うん、和歌は英訳して読まないといけないものっていう世界なんですよ。もういきなり設定がすごいな。職氏内親王っていうとっても有名なね和歌を読んだ歌人が主人公なんですけど、彼女は和歌を読むこと自体はとっても上手だった、うん、でもそれを英訳ができない、英語に訳せないから、うん、こう人前で和歌を読むことができないっていう悩みから始まるんですね、うん、作品が、はいはい、でなんかもうその
目の付けどころがもう新しすぎるじゃないですか、うんうん、和歌を英訳するって何みたいな、うん、でしかも一応英訳っていうのもあのさ、うん、和歌を読むとさ読むってさごんべんにあの永遠の永って書くじゃないですか、 そうですね、はい、そっちの英訳って言ってるんですよ。ああなるほどね、英訳英訳、うんうんうん、なんですけど、まあ実際はその英語の訳にして読むっていう、うん、なんていうのかな、うん、一回その和歌として日本語の面白さがありつつ、うん、それを英訳して読むことでその言葉としての面白さをきちんと分かってる人たちが歌人として素晴らしいよねみたいなことが大前提にあるんですよ。なるほどね、複雑だな。そう、そんな中でその悩む職種内心のっていう歌人のお話なんですけど、それがねちょっとねこうすごく切ないね、こういう物語になってるんだ。なんでなるの？こういう物語なんだ。なんでそっからこういう物語になるのよ。いやなるんだよ。なっちゃう。それが斜線堂さんのすごいところだと思う。ならないもん。斜線堂さんってなんか一個のそのこそすごい短編でも、うん、こんな要素をいっぱい入れるってぐらいいろんな要素を詰め込んで、うん、とてつもない読み応えの作品を作られるので。あ、お菓子の詰め放題とかもうまいんだろうね、ぎゅうぎゅうに入れるんでしょ、半端にね想定を超える量が本当に、ね、しかも結構薄い本で短編でその1本入ってるんで、確かにこれは一個一個超短編めっちゃ短いんですけど、うん、この満足感すごいなって思っちゃうような作品でした、うん、ゼロから作るのすごいわ、その意味わかんない設定ね、うん、適当に言ってみたらいいんかな、3200年に流行ってるじゃんけんとか、うん、でもそれで多分書けちゃうんじゃない、誰かお願いします誰か3200年に流行ってるじゃんけんの話でそれぐらいトッピーじゃなきゃダメだよね、この人たちに立ち向かうんやもん、そう、これはね面白かったです、はい、半ため、さあもうは残り3冊しかないよ、はい、じゃあ一旦これ一旦大きいので、はい、やったー、はい、じゃあ早茜さんの白金の刃を持ってきました、はい、うん、これはね私のまあもうハードカバーさん皆さんご存知でしょう、大好きな千早茜さんが、そうですね、後ろにもありますね、はい、ありますね、はい、そんな千早さんがとうとうなんと時代小説を書きました、うん、初時代小説なんだこれ、そうびっくりした、千早さん時代小説書かれるんですかって思って、で一応舞台は戦国の末期です、おお、の一番渋いとこ、そう、一番めっちゃ渋、めっちゃ時代、そう石見銀山っていう銀が取れる山がありますね、うん、そこのもうめちゃくちゃそこがシルバーラッシュに湧いてる時のお話なんですよ、はいはいはい、本当に銀を取る男たちの物語、うん、そしてそんな男たちのそばに付き添った女のお話なんですよ、うん、めちゃ渋渋渋じゃん渋かっこいいね、なんか、うん、そのシルバーラッシュに湧く石見銀山でめちゃくちゃ天才山師と言われた男がいるんですよ、うん、で山師銀をいっぱい取るってこと、そうそう、ここにはここの銀があるってもう分かってる男がいるんですね、そんな男に拾われた少女の梅っていう女の子が主人公です、うんうん、で彼女は家族とはぐれちゃってその天才山師の喜兵衛って男に拾われるんですけど、うんうん、その梅がめちゃくちゃ暗い中でも目が見えるっていう、うん、まあ、特技じゃないですけど、はい、それを持ってるんですね、でその山においてやっぱそれってすごく大事なんですよ、うん、確かに暗くなっちゃうし、ね、そうそう、暗くなっちゃう中で銀を探していかないといけないから、うんうん、だから女の子だけど言うなれば男たちと同じように山で銀を取るみたいな仕事をし始めるんです、うん、でも男と女っていうものでどうしても力の差も出てきますし、でもそんな中で梅は同じように男たちと働きたいというふうに思うんです、やっぱ千早さんの描く作品の女として生きていくことで、まあ、内緒はそれでもやっぱり男の人と出会うとかその、まあ、性差について描くのが私すごくやっぱ好きで、うん、ただ女だから強く生きていきたい、男とフラットに生きたいっていうものとはまたちょっと違った視点で描かれてるのが、なんか今の時代にとってもとか私の考え方にすごくフィットするなっていうふうに思って、うん、ね、そうそうそう、だから千早さんの描く女性が私はとっても大好きで、うん、今回もめちゃくちゃいいなっていうふうに思いながら読んじゃいました、ラブコールじゃん、いやもうだからね本当に大好きなんですよ、毎回歌えてるもんね、大好き、うん、どうしたらいいか分かんないけどこの大好きさ読んだ本の感想言うしかないよ、でももう感想言うしかないです、うん、だしツイッターでもこれ読んだ時に読めましたって言ったら、うん、千早さんがありがとうございますみたいな言ってくださって、うん、よりこじらしちゃうね、いやもうこじらせましたよ、どうしたらいいのか分かんないもんだってそれでいいんだ、そっか、うん、これからも感想はい、なのでこれからも
いっぱい感想を言っていきたいと思います、うん、はい、千早さんの白金の歯でした。はい、はい、まあ残り2冊じゃん。じゃあ、あーなるほど、いい感じの選び方ですね。はい、こちら有川博さんの阪急電車です。はい、はい、まあ、有川さんってあの、うん、ね、あの植物図鑑もちょっと前にご紹介しましたが、はい、ほっこり胸キュン系を描いたらやっぱ有川さんってめっちゃすごいよねっていう作家さんですね、うん、これなんかね片道15分のローカル線が舞台なんですよ、うん、で、はい、この電車の中で起きることを、うん、まあなんていうのかな、連作短編みたいな形の長編として描いていて、なるほど、なんか電車の中で、うん、例えばそのよく見かける女性のお話とか、あ、はい、なんか本当に私たちのすぐそばでありそうなお話がいっぱい詰まってるんですね、うん、その中でこう電車の中でちょっと出会う人、うん、でもそれって例えば電車乗ってる間とかだから5分とか10分とかの出会いなのに、うんうん、それがもしかしたらその出会った人の何か人生をちょっと変えてるかもしれない。なるほど、ね、話してる内容が聞こえてたり、それがなんか自分に急に刺さって自分の進路変えちゃおうとかもあるかもしれないじゃないですか。確かに確かに、そう、ね、そんなすごくちっちゃいんだけど奇跡的な出会いみたいなのがいっぱい詰まってて、なんかこれ読むとなんかこういうローカル線とか、うん、ちっちゃい自分があんまり行ったことない土地とかのローカル線とかめちゃくちゃ乗りたいなっていうふうに思う一冊でした。電車に乗ってるターゲット1900読んでる高校生の話とか出てくる？あ、でもなんかね受験お勉強してるね高校生の話出てくる。そう、あれ見るとなんかちょっとね頑張ろうかなってなっちゃうから。努力のなんかやっぱ象徴のところあるから、うん、ね、ありますよね、受験生、電車の中でも時間を惜しんでね、わかる。私もなんかね電車の中で台本読んでる人とか見ると、いやいやいや、いねえよ。めっちゃいるんですって。いるいるいる。どうやって探してんだ、どうやって台本だってわかるんだ。え、なんかこうパラッと A4 ぐらいの紙とかを見てる人とか時々いるんですよ。で、なんだろうって思ってなんか見えちゃう瞬間とかあるじゃないですか、うん、そうした時にとがきとか名前セリフみたいな書いてある、はいはい、台本読んでるって思って。なあ、それはいないけど電車の中で論文読んでる人いますよね。それもないよ。いるよ結構。ないよ。論文ってやたら英語だなって思ったら大体そうよ。縦長で英語で横に書いてあったらもう全部論文です。でも絶対台本の方が出会う率高い。論文はねめちゃくちゃいるからね。台本めちゃくちゃいるから。一車両に一人います。一車両に一人多いよ。そういうので。そう。なんかそのちょっと変わっていく人がいるよっていろんな物語がね溢れてて、なんかすごい人に優しくなろうってなれる一冊ですね。ということで、じゃあラスト、はい、こちらなんか村上春樹さんの騎士団長殺し第1部。有名すぎるだ。最近読んだ本持ってきてください。え、なんか最近読んだのよ、ね、ここに来て。そう、なぜかっていうと、あかりん今まで村上春樹さん読んだことなかったんですよ。あら、これがじゃあ、うん、初めて紹介しました。そうなんです、うん、っていうのもなんか騎士団長殺しのこのお話を人から聞いて、うん、あ、そういえば私村上春樹さんって一回も読んだことなかったなって思って、うんうん、だってこれだけ日本で毎回新刊が出るたび、ね、例えば本屋さんも日付変わる瞬間にオープンしてて、うん、お客さん並んでニュースにもなるし、なんかいつか読んでみたいなって思ってる作家さんって、うん、多分それこそ村上春樹さん以外もすごくいっぱいいるんですけど、うん、機会がないと出会わなかったりとか、うんうん、ね、でもそれがきっと村上春樹さんファンの方からしてみたら、早く読んでよって思ってくれてる人もね、もったいないなって思ってるね、いると思うんですけど、うん、私は今からこれから村上春樹さんに出会っていくので、うん、いいでしょう。なんだそれ。なんだ今の。あのさ、今からうわ村上春樹出会えるんだ羨ましいみたいな。いや、わかるよ、まだね。そうそう、まだ出会ってないんだ、知らないんだっていうね、これから楽しめるっていうのあるけど。そうそう、ということでね、はい、4冊読んだんです。そういうことか。うん、あの騎士団長殺しって確かハードカバーだと2冊なんですよ。そうだね。そうで、なんかちょうどこれの話聞いたし、うん、あ、じゃあ読んでみようって思って、うん、本屋さんで見たのが文庫本だったんで文庫本で4冊で買って読みました。すごいな、うん、何冊持ってきたなこれ今日。だからトータル15冊ぐらいの紹介しました。はい、ということで一応ね、私みたいに村上春樹さん読んだことないと思う人もいるので、うん、一応お話をご紹介するんですけど、はい、お話は一人の肖像画家の男性が主人公です。で、彼は普通の画家じゃなくて肖像画家なんですよ、うん、だから人からこう依頼を受けて肖像画をこうやって描いてくださいよって言われたら描くみたいな人だから、はい、自分が生粋のアーティストではないみたいな、うん、お客さんがいてこそ成り立つ職業というふうに思ってらっしゃるんですね、はい、で、彼がある日奥さんからもう別れよって言われちゃうんですよ、うん、で、え？みたいになって、うん、家出てそこから小田原の方にある
ある有名なアーティストが持ってたお家に住むところからお話が始まるんですね、うん、その小田原のお家を持ってたアーティストが描いてたある一つの絵に出会うんですけど、うんうん、主人公の彼はそこからそのちょっと不思議な出来事が起こるようになっていくってお話なんですね。でなんか私村上春樹さんの本ってもっと不思議なことが起きるっていうかその歴史的なお話とか、はいはい、ファンタジーなお話だと勝手に思ってたんですよ、うんうん、そしたら私たちの生活にとても近い部分、うん、こう現代に近いお話だったりとか主人公の男性もその肖像画家というちょっと独特な仕事はしているけれど、うんうん、考えてることとか描かれてる感情とかはすごくリアルなところが緻密に描かれていて、うんうんあ、想像してたのと結構違ったんだっていうイメージ違うイメージを持ってたんだなっていう驚きがまず1個あったんですね、うん、イメージ強いもんねもうねそう村上春樹さんぐらいになっちゃうとねそうそう村上春樹ドンみたいなイメージがあったけど、うんうん、それとある意味自分の中でいい方向に違くて、うん、それがすごく楽しかったんです、うん、でほら村上春樹さんのファンの人たちってこの文体に関しても結構ハマってる人が多いと思うんですけど、うんうんうん、何がそんなにハマるんだろうっていうところが最初思ってたんですよ、うん、でもすごく一個一個、うん、その主人公の彼が過ごす時間の描写がめちゃくちゃ細かくて、うんうん、なんかその主人公であったりとか主人公が出会う人たちのことがすっごいリアルに頭の中にイメージできるんですよ、うん、だからこの緻密さみたいなところがやっぱり村上春樹さんのファンの人たちがハマるところなのかなっていうふうにすごく感じてこの文体とこの描かれてる作品の雰囲気そしてなんかちょっと主人公が孤独感を持ちながらもいろんな人と出会って希望を持てるラストに向かうっていうところがきっとハマる人がいっぱいいるポイントなのかなっていうふうに思いました。今後これからちゃんといろいろ読んでいってみようかなっていうふうに今思ってる最中です。村上春樹さんまでカバーしてちょっとなんか、うん、いい感じですいい感じですありがとうございます。やっぱりねいい小説1000冊読んでるなんて言っても、うん、まだ読んでない作家さんとか出会ってない作家さんがこの世にはいっぱいいるからマジで時間って足りない足りないのよし楽しいミステリー好きなのに、はい、これ読んでないのってやつ全部読んだら一生終わるって言われてますからね絶対一生終わるよね終わっても読み切れないですよね読まなきゃいけない本って言われるものだけで人生終わるから、うん、いやそうなんですよね選ばなきゃいけない選ばなきゃいけない苦しいでも新しい出会いもこうやって新人さんもね、はい、出会えるしいや今日はいろいろ幅広かったですねそう10代のね方からそう作家さんから村上春樹さんまで今日はね、こちら、はい、10冊ご紹介しました。本ため10冊ちょっとなんか幅広いけど10冊10冊じゃないですね今日は初めてじゃないかなすごいです、ね、1時間超えですねあ1時間超えたかすごい映画ですね一人で喋ってるだけで、うん、映画です、うん、今後もねどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということで、はい、今日は10冊ご紹介しました、うん、はい実冊にはじゃあ10冊なんですけど、うん、実際には15冊ありましたすごということで、この動画が面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。あとツイッターもやってるんでフォローよろしくお願いします。お願いします。ということで次回またお会いしましょう。バイバイ。買いますか。ちょっともう一回もう一回見せて。スミレ屋敷じゃない。確かにスミレ屋敷ありで一旦ビューティフルからビューティフル。あら。おお。いいね。確かに。多分たくみさんが本当にあんま読まないジャンルだと思いますよ。でもちょっとそのパンチライン好きだからさ。うん、いいと思う。これでパンチライン踏めるようになるから。そのたくみさんに対してちゃんと返せる、それこそパンチライン持ってないと私が。いやすごい、うん、アンサーをねパンチラインとアンサーするチャンネルになろうやばコメント欄で なんか何分何秒にどんなパンチラインがあったかまとめてくれる人が出るチャンネルになろうそしたらもうフリースタイルダンジョン出れますよ。だってやろ、それを普通のトーンで会話してそれやろう